怖い。うわあったあった私の鼻に一瞬だろ一瞬。はい。っていうか、ちょっと待ってんな。いや、すごい。ともこさんとりょうたくん、そう、笑いすぎやん、めちゃくちゃ。ドッキリだよ。怖い。うわあ。うわあ。わかる。聞いた？みんな聞いた？可愛いって言ったよ。トモコさんの爆笑でこう。はい。皆さんこんにちは、りゅういてです。今日はいつも土曜日練習してる教室で、東京から女子かわいい女の子が大阪に来てたんです。植草あゆみちゃんもう見てよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のゲストは植草あゆみさん。やっほーさあ、イティさん、はい、本日はそんなあゆみさんに何を教えていただきましょうか。強そう。いや、そりゃチャンピオンですから。強そう。今普通にこんな天使の顔なのになんかやった時に絶対ガチャって顔変わるって言われますね。うわ、怖い怖い怖い。ちょっとだけ教えて。そうですね、ちょっとつき方が結構組手のつき方独特なんで、結構。おお、早い。すごい。じゃ、ちょっと待って、びっくりドッキで言って。びっくりドッキだよ。出ましたね、イティさんのびっくりドッキ。ちょっと待って、なんか全然普通になんか私の頭の中にまだぴょん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 でやって、バチャンっていう感じで。今軽くやっただけですもんね。3割ぐらいしか。本当にこう手出したぐらい。じゃあちょっと早いのは。うわ、怖い。なんかカメラが追いつけない。すごいな。全然顔と似合わない。これはその基礎中の基礎みたいなところなんですか。そうですね。1点しか入らないですし、一番前手が人と近いんで、ここで距離取ってまあポイントにする。なるほど。じゃあ実際になんかグローブ。あ、そうなんだ。はい、はい、こちらですね。これをつけて。本当に可愛いこれ。うん、こんな感じ。あ、指に引っ掛けてるだけなんですかね。自分はあんまり手握んないんで。あ、そうなんだ。もう結構ゆるっとしてるだけ。動きの中でじゃあ最初パンパン。して。もうあゆみちゃんと興奮中。ちょっと待って。怖い。スピード速いよ、うん、本当に速い。一瞬で私の頭の中にまだぴょんぴょん中やね。ぴょん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 カジャーンって切っててええー、ちょっと待って、ちょっと年だよ。相手の不意を打つみたいなのが大事なの。フットワークしてるの競技性が違うんで。あ、じゃあずっとこう、まあ、回すっていう感じ。おお、なんか迫力感がある。ちょっと待って、立った時点で迫力感がある。じゃあもし可能でしたらイーティさんが受けてみる、その軽くですけど、動きでね。このりょうたさんじゃないからな。りょうたさんが今カメラね撮ってるからな。だからイーティやって飛ばしたらどうするの。オッケー、わかったよ。じゃあどうしよう、やってみよっか。ちょっとね、私逃げるのは上手だからな。りょうたくんは逆にちょっと当たったら怖いぞ。怖い。で、私が受ける方ね。はい。怖い。うわあ！あった。私の鼻に一瞬だろ。一瞬。はい。っていうか、ちょっと待ってんな。いや、すごい。ともこさんとりょうたくん、そう。笑いすぎやん、めちゃくちゃ。いや、ね、見えなかったです。今見えなかった。もう一回。あんなに早い。横。あんなに早い。あ、横からも。横から。いや、めっちゃ早かったよ。めちゃくちゃ。え。ポーンって感じだね。今当たったんですか。当たったよ、お鼻に。当たったんですか。痛かった。痛くはない。痛くないね。さすがですね、えみさん。めっちゃ多分コントロールしてる。はい。だからまだ全力じゃないけどスピード感は迫力がある。はい。怖い。逃げる。もう一回。怖い。うわ見て、こっち回って。ローゴさんが爆笑でこう。はい。面白かった。プロデューサーのともこさん。ちょっと私後で動画見たいわ。自分がどんな顔でこう芸人さんみたいな。いや、すごいですね。本当ね。え、ちゃんと横から撮った。撮りました。じゃあ後で見るわ。じゃあ次イーティンさんの顔も撮っておきたいんで、もう一回だけいいですか？もう一回。ちょっと待って。今度こっちから壊さないでよ。なんか怖いわ。いや、かっこいいな。ちょっと待って。あゆみちゃん兵士の顔をずっとして一瞬が怖い。全然見えへんよ。やっぱり顔変わりますか？変わるよ。ね、今は顔でない、めっちゃ微笑みで可愛い可愛いバチャンってするとき目がガチャンってなってる。うん、いや僕まだ可愛い顔しか見てないですけどね。いや、可愛い顔は嘘だよ。実際怖いだよ。はい、じゃあやるね。はい。見てよ。うわ分かる。すごい。動かれるからそっちが怖いです。動かれるとね、こういくから、これでこっちに当たっちゃう。だってさ、どうでしないやん。こう止まってるから、結構みんなさんこう止まってる、こうって止まる人。止まるの、俺絶対こうするが、っていう感じ。反射的に動いちゃうんですね。そう。反応的、本能的。で逃げようとしたいからどうしたらいいかっていう、もう脳みそ考えてないよ。ああ、怖かった。イーディさん可愛いですよそれ。可愛いです。気持ちいい。こんな感じでこうっていう感じで12。でももしね、あゆみちゃんより背がちっちゃい子を戦うとどうしたらいい？自分がどう戦うかですか？小さい子はどう戦ったらいいか。例えばちっちゃい子さ、逃げるのは逃げる子には自分は足使います。ああ、なるほど。追っかけてってもこうパッて逃げられちゃうじゃないですか。はい。追っかけて逃げようとしたときに。ああ、なるほど。だから手だけじゃなくて足も使う、同時に使う可能性もある。そうですね。パン。そう、理解できた。なんか手だけかなと思ってた。空手でしょ。手だけだから手かなっていう。蹴りもあるし、投げも OK です。投げ技も。例えば自分が好きなのはなるほど。ちょっと待って、あゆみちゃん夜ね、道に出ても全然怖くない。特にこの大阪の難波の南とか、全然怖くないよね。怖くないですね。ですよね。そう、っていうか周りも来ないし、絶対ね、こんな感じだから怖い。こんな天使の顔なのに、ちょっとみんな見た、可愛いのに、一瞬見た。いやー、もうスッと変わりますね、やっぱり一瞬で。イーティさん、じゃあせっかくなんでね、蹴りの方も教えていただけませんか？ね。ベーシックな最初中段蹴り。ああ、ここに。はい、お腹に蹴って、その後多分。回転系得意だと思う。こうして、こっちに行った後に。絶対できると思うんで。回転系の方が。ああ、多分下半身。同じ情報。で、まず。1、2。なるほど。退店した後の排水が大切ですね。そうですよね。足の位置かな。こっちはダミーで蹴ったんで、はい、やばっ、すかしたと思ってすかしちゃって、こうなったで、こうしてなるほど。それでもし相手はこうしたらぶつかってパーンって自分転んじゃったんですよ。なるほど。一瞬が勝負を決めるっていうことなんですね。こうしてこうして、そうです。で、あ、すごいかっこいい。これよくジャッキー・チェンのジャッキー・チェンのイメージ、そうそうそう、よく待って、何したいのっていう感じくるやな。ディズニーチャンネルでよく見る。あ、そうそうそう、このポーズ。あとこのポーズでいいやんね。こうしてこうか、すぐこっちに入れて、次足の方に。そうです。あ、難しい。分かった、難しさは距離の問題。あ、そうです。距離、近すぎたら、ここでめっちゃ近かったら。うわ。そう、一瞬で判断しないと、あかんっていうのは。すごい。あ、わかった。すごいですね。カメラの位置によっては、もう当たってるようにしか見えない。じゃない。ピンポイントでね。ピンポイントで。距離で。うん。次のこの後ろのこの足上げる技は。距離によって違う。うん、で、距離によって違うし。次のポーズも勝つか負けかっていうのもある、うん、はい、あと試合中に一瞬決めないといけないから超難しい。臨機応変さが、そうそう。っていうことは正直私思うと、私たちの今私やってる中国の武術、拳法じゃなくて武術ね、行儀よっていう行儀よ、うん、演武よのはまだマシ。うん、決めた動作だから、この決めた動作の綺麗さとか頭部の高さとかによって点数が違うっていうのはまだちょっと簡単じゃないかな。うん、芸術点みたいなことですよね。そうそう、美しさ、うんうん、でそっちは想像できない、うん、相手がいますからね、動きますからね。相手の動きも見ながら判断しないといけないから、うん、正直頭の賢さがあるんじゃないですか。ああ、確かに。そう、賢さと、あともう一個ずる賢さですよね。相手を騙す競技なんで、結局素直に勝負しすぎちゃうと、シンプルに勝負しすぎちゃう、左打ちまーって言ったらそこでパーンってもらってしまうし。なるほど。で、フェイクして、ああ、そう、わざとこうして実際はこの手をやってるとか、こっちはこっちする、足とか。でもそれやりすぎると、やられる可能性もある。シンプルに動きやるとか、そういうなんかここの状況判断とか、すごい本当に賢くないと。そうだな、すぐの判断力が必要。そういう意味では心理戦でもあると。はい。ああ。でも相手の顔めっちゃ読みますね。ああ、顔も。でこれからどこを見てるかっていうのも。そう、所作とかちょっとしたこう動きとか見て何しようみたいな。面白い。じゃあ最初から最後まで疲れてるって感じ。あ、ずっとね、神経を研ぎ澄ませてっていうことですもんね。あたじゃ。久しぶりにこんな飛んでたっていう感じは、久しぶりにこんな走ったっていう感じはしないですもんね。そう、普段は体育教育後でやってみて、うん、ということで ET さん、本日はいかがだったでしょうか。楽しかった。なんか若くなった感じ。ずっとハーハーハーしてる。自分も30歳ですよ。あ、そう。はい。若い感じね。あ、やっぱりスポーツやってる人は若い感じ。うんうん。それではあゆみさん、本日はいかがだったでしょうか。いや、もうリアクションが芸人さんで圧倒されてました。もう自分が喋る隙間がないというか、あれこれ自分教えに来てるんだよっていう少しあったんですけど、すごくポジティブで明るいので一緒に楽しかったです。っていうかこっちの方が大人っぽいよ。いや、もう1個行ったら10ぐらい帰ってくるんで、自分止まってることの方が多かった。顔は可愛いよ、うん、動きは速すぎて怖いですよ、うん、ギャップがたまんないですねこれ。じゃあ、中国の武術の例はね、はい、右手はグー、左手はこのグーの後ろにつけて外に出します。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、次はね、あゆみちゃんのチャンネルにも出ますので、ぜひ見てください。あゆみちゃんのチャンネルにご登録よろしくお願いします。だって日本代表やもん。